が盛んなんですけれども、新鮮を迎えまして、水揚げされたばかりの新鮮なマダイを切り身にした鍋物セットが今出荷の最盛期を迎えているということなんです。地元で採れた伊勢海老や牡蠣などとともに手合わせにして名古屋や大阪方面にも出荷されるということです。続いては関西空港の今の様子です。来年はこの予想がつまりそうですから、お風呂がいいですね。